同級。掛布正幸の同級、今日は2月24日、午後2時ぐらいなんですけども、今阪神はですねヤクルトのキャンプ地浦添で、オープン戦を戦っておりますが、私は昨日沖縄から帰ってきました。岡田監督とも、30分ぐらいいろいろ話させていただきましたので、今年の阪神についてちょっと今日は話していきたいと思います。まず僕が阪神のキャンプ地に入ってた時の第一の印象はですね、やはり去年日本一になったというチームで、選手一人一人がいい意味で大人になり、落ち着いて自分の課題に取り組んでいるなと。で、岡田監督も選手一人一人のこうやる野球というものを昨年一年戦ったことによって、岡田監督も選手を一年間見たということで、非常に何かチームが連覇へ向けて落ち着いてキャンプを張っているなという印象が第一印象です。それで岡田監督との話の中で、一番最初に名前が出てきた選手はモンベスという、高校での2年目のですね、左ピッチャーなんですが、もう彼の投げるストレートは素晴らしいストレートを持っていると。特に右バッターのインコース、左バッターのアウトコース、この低めに角度のあるスピンの効いたストレートを投げ切れる彼の気持ちの強さと、やっぱり制球力ですね。ですが岡田監督まだ19歳ということで、ローテーションで回すということは考えてないようですけども、開幕戦にもしかしたら、先発去年のローテの一人でもですね、調整が遅れたりするようなことがあると、門別という投手が開幕巨人の3連戦に投げるなんていうこともあるかもしれないというようなことを岡田監督は言っておりました。その去年開幕から、ローテーションを守った6人のメンバーなんですけども、青柳、伊藤将司、村上、西勇輝、大竹、佐伯ですね。この6人がほぼ先発ローテで回っていくと思うんですけども、西勇輝と大竹がちょっとやはり出遅れてたんですね。ただ私が行った日にですね、西勇輝はブルペンで132球を投げてたと言っておりましたので、もうすぐ実戦に登板するんではないかと言っておりましたので、開幕には十分間に合うと思います。大竹もブルペンでもうピッチングを始めてるようなので、大竹も開幕に間に合う形の中で調整できていると思いますので、昨年の先発6人のメンバーっていうのは順調に調整してきていると思います。で、テレビのインタビューでですね、青柳とちょっと話したんですけども、昨年8勝しかできなかったと、チームは優勝したけどもすごい悔しいシーズンだったということを青柳言ってましたけども、その時私が青柳にですね、2年続けてローテーションを守り、最多勝のタイトルを取った2年間の疲労というものは去年なかったのと聞いたら、相当やはり体がへばってたらしいですね。去年の開幕の横浜戦、あれはもう気持ちだけで投げて勝てたからよかったと。それぐらい2年続けて、ローテーションを守り、タイトルを取るということは、体に対する精神的なものにも含めて、かなりの負担があったんだなと。その青柳が非常にいい表情をして、キャンプを送っているなという感じがしましたので、今年はかなり状態がいいと本人も言っておりましたので、本人の口から開幕投手は狙っていきますと。そういうコメントを言っておりましたので、今年の間は皆さんぜひ期待していただきたいと思います。それとですね、岡留という、ちょっとそのサイドスロースリークォーター気味ですかね、このピッチャーがですね、非常にこう腕の振りも良くですね、状態がいい形で、キャンプを張っているなと、岡田監督もかなり期待しておりました。だから先発6人のメンバー、リリーフ陣、梶谷も状態がいいですし、島本の状態もいい、岩貞もかなり落ち着いてキャンプを張っておりましたので、リリーフを含め、先発投手を含めてですね、右左のバランスが
素晴らしいバランスを整えて開幕に入っていけると思いますので、投手力はセリーグ6球団の中ではやはり阪神がナンバーワンだと思います。ただ一つ心配なのは湯浅なんですね。あのオフの間にアメリカに行って、もうダルビッシュ投手と話したのかっていうようなことを言っておりましたけども、少し後ろのテイクバックを小さくして、そのリリースするという投げるというようなその形に、自分のフォームを少しその変えているらしいんですけども、そのタイミングがまだ本来の形につかみきれてないのかもしれませんけども、湯浅本来のこうキレのある角度のあるストレートフォークというものが投げきれてないんですね。ストレートが何か常にシュート回転するような形で真ん中に入っていくようなアウトコースのボールがですね、そういうストレートを投げているので、昨日のゲームですね、巨人戦のゲームが終わった時点で湯浅を岡田監督はファームに落としたんですね。で、なぜそういうことができたかというと、新外国人のゲラーという、このピッチャーが実戦で投げた時に、今の段階で159キロのストレートを投げ切ってるんですよ。それと彼のピッチングの特徴ってのは、抜け球がほとんどありません。非常に低めにボールを集める、強いボールを投げられるということと、右バッターの外に対するカットボールと、もう少し大きく曲がるスライダーというボールも投げていましたけども、当然1イニングを任せるピッチャーだと思いますので、その3つの球種があれば160キロ近いストレートを持っているピッチャーですから十分抑えられると思うんですね。まあ岡田監督も1イニング限定で7回8回9回の勝ちゲームに使えるピッチャーじゃないかということを言っておりましたので、まあ今年の阪神、まあいろいろ湯浅の状態が上がっては来ないですけども、まあそれでも1年間戦う量質ともにですね、セリーグ6球団ナンバーワンの投手力を持ってシーズンは迎えられると思います。あと野手陣はですね、一番目についたのは前川ですね。まあ素晴らしいスイングしてます。一回り下半身が大きくなったんじゃないかなというぐらい多分走り込んできたんだと思いますけども、非常にこう右足の強いステップとですね、その右足にきちっとした壁ができているので、体の前をバットが走るんですね。それと彼自身左投げ左打ちということで、左腕の押し込みがすごく強いので、強い打球を打てる左バッターなんですね。その前川が今年のキャンプの練習を見ていると、自分の打球に少し角度をつけようという意識があるんだと思うんですけども、非常にいい角度を持ってその打球が飛んでるんですね。もしも彼が怪我がなくですね、1年間100試合以上のゲームを出場するチャンスを自分で掴みきれればですね、2桁のホームランは僕打てるんではないかなと。ただ阪神のチームバランスを考えると、守るポジションがレフトになるんですね。まあノイジーがちょっと怪我で出遅れていますので、開幕スタメンというのは十分考えられるんですけども、前側は左利きなので、レフト線に飛んだ打球に対してのセカンドへの送球というものが、回転をしなければ逆になりますので、セカンドへの送球がちょっとやっぱり右のレフトよりも時間がかかるんですね。だからそのレフトというポジション、その守りの不安というものを考えた時に、岡田監督がノイジーという選択をするのか、前川という選択をするのか、これは巨人開幕3連戦すごく大きなポイントになると思うんですね。でも前川のバッティングっていうのは、使いたくなるようなバッティングを今前川してますので、ぜひレフトのポジションを守るリスクはあるかもしれないけども、何か今年は前川を中心に1年間戦ってもらいたいなという感じは私はしております。あと森下という
昨年皆さん印象に残るところでいいヒットホームランを打った森下ですけども、彼自身が今年取り組んでいるバッティングっていうのがあまり右腕の手首を返さずに体のターンでその自分のバットの面を作っていろいろなコースに対して対応していきたいという気持ちで今練習取り組んでいるんですね。ですからバットの形状もほとんどグリップがない、昔ピート・ローズというメジャーで4000本打った左バッターがいるんですけども、彼のバットっていうのはグリップエンドがないんですよ。で、僕も森下とちょっと対談させてもらった時にそのバットを握らせてもらったんですけど、グリップエンドにこの手がかからないので手首は返しづらいバットなんですよね。ただ手首が返しづらいっていうことはなかなかボールに角度がつきづらいんですけども、その角度がつきづらい中で森下はなぜそういうバットを使って練習するかというと、自分のバッティングに確実性というものをもっともっと上げたいという気持ちで右の手首を殺して体のターンでボールに対応していくという練習を取り組んでいるみたいです。ただまだまだ悩みがあるようで、開幕までにいろいろなバットで試しをして、開幕に、間に合わせるようなことは言っておりましたけども、森下自身がどういう形でどういうバットを使って開幕を迎えるかということもすごく楽しみですし、岡田監督ももしも森下がいい状態であれば当然3番という打順を任せると思うんですけども、3番森下というものが今年の阪神の大きな鍵を握るかもしれません。岡田監督はちょっと森下に関しては心配してましたね。あと佐藤、彼もアメリカのドライブラインというところでいろいろなデータを取ってもらいですね、佐藤自身のそのバッティングというものがだいぶ変わってきましたね。構えるグリップの位置はやや下がり、左肩の前ぐらいにグリップが落ち着いてきました。それとテイクバックがあまり大きく取りません。大きく取らないんだけども、きちっとした右足の踏み込みがあるので、下半身と上体の割れというものはそれで佐藤は作れているんですね。紅白戦だとかシートバッティングだとかという実戦の中でその形でホームランが出て、オープン戦の初戦巨人戦でもややインコースの甘めのボールをライトスタンドで完璧なホームランを打てましたので、ある程度自分が今年やろうとしていることに対する答えが出てきてるんですね。ですからどこかで調子は落ちてくると思いますけども、今年やろうとしている、佐藤が取り組んでいるものに対して途中でやめるんではなくて1年間やり続けることがすごく大切になってくるんではないかなと。で、今岡バッティングコーチともちょっと話す機会があったんですけども、やっぱり今の佐藤のバッティングっていうのはアメリカのドライブラインというところでいろいろなデータでこういう練習をしてほしい、こういう形でこうしてほしいというようなメニューみたいなものが定期的に来るようなことを言っておりましたので、そういうものを今岡コーチと共有をして今年佐藤は1年間戦っていくと思いますので、岡田監督も言っていましたが、今年の4年目の佐藤ですよね、3年続けて20本のホームランを打った佐藤が本当にそのセントラルリーグ球界を代表するバッターに成長するのか、やっぱり2割7分20本ぐらいの選手で終わってしまうのか、今年の佐藤ってのは大きく飛躍する1年になるような気がします。本当の勝負の年を佐藤は迎えたなという感じがします。あと近本、中野、大山、このあたりっていうのは非常に落ち着いて自分のやらなければいけない野球というものを十分分かっておりますので、全く心配はありません。あと梅野の昨年の怪我ということで後半キャッチャーとしてですね、チームを守る要として優勝に導いた坂本の存在の大きさというものを今年改めて感じました。坂本も去年の後半の経験、チームが日本一になったということで、とてつもなく
坂本の存在の大きさというものを感じますし、岡田監督も昨年開幕前は梅野が6、坂本が4ぐらいの割合で1年間戦っていくというようなことを言っておりましたけども、今年の岡田監督は最初に坂本と梅野は同じぐらいの形で使っていくかもしれませんということを言っておりましたので、まあ、それぐらい坂本の存在というものを強烈にやはり去年アピールできたということで、まあ、阪神の梅野、坂本、この2枚のキャッチャーっていうのは1年間戦っていく上ではかなりの戦力、他の球団からするとレギュラーが2人いるようなキャッチャーですので、羨ましいキャッチャー2枚持っているなという感じがするんですね。それと坂本自身のそのバッティングというものも非常にやはりテイクバックも小さくしてコンパクトに打てるようなことで対応しておりましたので、ちょっと今年の坂本にも皆さんぜひぜひ注目をしていただきたいと思います。それと、3月、まあ、開幕を迎えるわけですけども、今年の開幕というのは巨人戦なんですね。で、巨人は今年創立90周年という記念すべき年のスタートになるんですけども、その開幕3連戦の、開幕投手は誰になるんだろうと、開幕3連戦のローテはどういう形で組んでいくんだろうというようなことをちょっと岡田監督に質問をちょっとぶつけた時に、岡田監督は開幕の3連戦というのは金曜日、土曜日、日曜日の3連戦なんですね。で、我々ペナントレースの戦い方っていうのは火曜日から始まる6連戦というリズムで戦っていくのがペナントレースの戦うリズムになってくるので、岡田監督は金曜日の開幕戦よりも翌週の火曜日の横浜スタジアムでの6連戦の頭というものを重要視したいというようなことを言っておりましたので、開幕巨人戦誰が開幕投手を迎えるのかっていうのは岡田監督に聞いて、ちょっとこれから私も悩みながらですね、開幕投手の誰になるのかっていうのは予想していきたいなと。ファンの皆様もこの YouTube を見た時に、今の私の言っている火曜日からの6連戦、金曜日からの開幕3連戦、こういうものを考えながら開幕投手は誰にしたらいいかということを、皆さんのご意見をいただければすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。